11月16日木曜日、読売テレビ、日本テレビ系にて放送された、ベストヒット歌謡祭2023にて、ダイスが、TikTok で話題の、ハイボール武器を披露した。YouTube、ダイス、ハイボール武器ミュージックビデオ、ハイボール武器は、メンバーの工藤大輝が、映画、探偵、マリコの生涯で一番悲惨な日の世界観に触れて、描き下ろした作品。YouTube で公開されたミュージックビデオでは、かっこいいを封印するかのような全員がスーツ姿の酔っ払いを熱演したかと思えば、キレッキレのダンスと伸びやかな歌を披露するというダイスならではのギャップが話題となった。そして TikTok ではグラスやドリンクを片手にしたダンス動画をローカルカンピオーネやヘラヘラさん重視、ザ・スーパーフルーツなど、次々と投稿し、聴けば聴くほど癖になってしまう中毒性のある楽曲として話題となった。ハイボール武器のテレビ初パフォーマンスは、これまでの集大成であるかのようなステージとなった。酔っ払い風メイクとフラフラの千鳥足で登場し、工藤大輝がミュージックビデオさながらのゴールドフェイスを覗かせ、笑いを誘った直後に、息の合ったダンスを見せた。楽曲の後半で登場した総勢30名の全身筋タイツパフォーマーとダイス史上最もふざけたパフォーマンスを繰り広げた。SNS では、いろいろカオス、エンタメに手を抜かない、面白いのに歌うまいのやめて、との反響が寄せられた。今回、工藤大輝が披露した特殊メイクを体験してもらうべく、TikTok では、ハイボールブギキン顔バージョンのエフェクトが公開されたので、ぜひ、キン顔にチャレンジしていただきたい。TikTok、ハイボールブギキン顔バージョン https://dhic.lnk.2/hbdlstr ダイスオフィシャル youtube https://www.youtube.com/c/dhic/hdice スタッフオフィシャルツイッター https://www.instagram https://dhic.instagram.com/dhic/hdice official tiktok https://www.tiktok.com/dhic/hdice official